少しメイドリーに開いたゲート、ここは島田亮が綺麗なスタートを始めていく。一歩目前に出たのは増田の方が先に出たかといったところだったんだが、ここは島田がいいスタートを切って走っていく。第2ストレートも走っていく。ここは増田が第2ストレートに行く。島田がいいのか増田を追いやっていく。しかし増田はまだ諦めていない。島田か増田か、最終コーナーイン側を進めているのは島田。そしてアウト側に寄せられた形で増田が逃げられていくか。リズムと分からない。ここは島田亮が抑え込んで一番手にゴールを通過していく。というところは増田、そして流れ、リズムまで続いてないだ。